はい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ。今回もやっていきます。アイコンも変わりましたけどね。オープニングも、映画のね、妖怪学園 Y に変更されてますね。まあ、左上からね、ジバ・ジンペイ、そしてね、コマさんなの、コマ三太夫。そして、右上がね、これは剣豪ベニマルで、で、猫がね、バケーラで、この紫の髪の子は、どうなんだろうな。これは大王子エマちゃんじゃないし、誰なんだろうな。これはキュービーなのか。ちょっとこの辺ね、誰なんだろうな。そして右下のやつが、なんだろうね。で、このリスみたいなやつは、映画公開のあの動画でね、出てるやつ、なんか一緒に走ってるやつだと思うけど、ねえ、なんかあのマツコデラックスみたいな、ねえ、巻、あのメデューサはここにはいないよね。だからこの右下のやつはボスなのかな、どうなんだろう。ということで、まあ、アイコンもね、変わって、オープニングも変わってね。まあ、次のね、イベントはどうやらね、文字通り、映画イベントになりそうで、そしてね、13日に限って言うと、はい、でね、とあるね、映画館のね、ホームページに、もう、剣豪ベニマルポップコーンボックス発売って書いてあるんで、まあ、これね、前のポップン猫又と同じように、こっちもね、2019、右上にね、妖怪ウォッチプニプニ2019劇場アイテム連動キャンペーンってあるんでね。なので、一つのセーブデータにつき一個のみ有効ということで、またこの、去年の猫又ボックスみたいな感じで、来るね。12月13日からということなんですけど、剣豪ベニマルポップコーンボックス販売されるということで、はい、また、これね、ポップン、でもこれポップン剣豪ベニマルじゃなくて、ポップン千葉陣平のようですね。なので、これは、そういうことらしいですね。なるほどね。ということでね。まあ、前回の動画でもちょっと話をしたんですが、映画ね、妖怪ウォッチ、妖怪学園 Y の、まあ、16日からはね、次のイベントはね、おそらく、これのね、本格始動記念ということで、この映画イベントになると思うんですけど、13日の、妖怪追加、こちらについては、ポップンジバジンペイみたいですね。だからミッションが追加されるってことはまあないのかなって感じで、まあ、前回のね、このまあ以前のね、ジバジンペイ A ランクのジバジンペイゲットできるミッションは、まあ、1から5をね、クリアするとゲットできるんだけど、まあ13日はね、これサマシなんだよね。まあ去年もね、あったんだけど、ポップンジバジンペイがね、ゲットできる、まああそこのね、数量限定だと思うんですけど、買った人がね、ゲットできるのかなっていう感じになると思いますね。はい。ジバジンペイね。ここではジバジンペイで、去年のね、ポップン猫また確かに Y ポイントアップだったと思うんだよね。あの、微量ながら。いわゆる Y ポイントアップショーみたいなやつ。で、今もうちの家のどっかに猫またのあのポップコーン入ってたやつね、綺麗に掃除して取ってあるんだけど、あ、これだね。A ランクの猫股じゃなくて、ここだ。よいしょ。これね、ポップン猫股ね。
弾けるポップン肉球ということで、このやつが来ると思います。で、一応前回はそのさっきも言ったけど、ワイポイントアップだったんで、ちょっと楽しみにしたいと思いますね。猫股とね、ちょっとデザインが違うんでね、かまいたちに似た感じになってるのかな。あ、そんな、そうでもねえな一緒だね。という感じで、まあジバジンペイもね、ポップコーンバージョンがね、出てくれると思うので、これをね楽しみにしたいと思います。で、一応そうだ、一応ファーストレベル上げた。こんなんだったっけね弾けるポップン肉球ということでね、はい、楽しみにしたいと思います。一応ね、前回の動画でも話したけど、12月7日にね、テレビ東京系で映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズね、再放送やったみたいなんですけど、コロコロチャンネル、 YouTube のコロコロチャンネルでもね、12月13日からね、フォーエバーフレンズのね再放送始まりますんで、それもね楽しみにしたいなと思ってます。フォーエバーフレンズね、すげー楽しかったっすよね。エンディングのね、天童寺と洞穴が出てくるとかね、あの辺も、あとね、スサノオのね、動きとかね、エンディングとかね、映画でね、何回か見たいなと思ってたけど、やっとね、繰り返し見れるって感じでいいですね。はい。で、今はね、シャドーサイドがね、映画シャドーサイドの方が、コロコロチャンネルで配信されてますんで、それもね、多分12日までなのかな。フォーエバーフレンズが再放送される前まで、公開されてると思うので、まあ、忘れずにね、見直してみてください。闇エンマにね変身するところとか、あれ鬼太郎もね、そういえばシャドウサイドって出てたんだなとかね、ジャオカイラ初登場して、そうだよね、覚醒エンマにも、エンマがなるし、そこでね、エンマがちゃんとぬらりとね、やるべきことがあるって言ってね、それが、長い旅に出るんだけど、それがアニメのね、シャドウサイドにもつながっていくしね、まさかね、空泣き伝説はね、おかしいよね。ヤシャエンマが倒したはずなのに、空泣き伝説終わってなかったりとか、今思うと、なかなか、面白かったよね。だからその今までのね、シャドウサイド、フォーエバーフレンズとね、この2大大傑作があって、今回はね本当にかなりテイストがね、映画変わるんですけどね、まあそれはそれでエンマがね女の子になっちゃったりしてるけど、楽しみにしたいと思います。で、一応ね、映画イベントはどうなんだろうな。前回はこの、さっきも前回はね、ヤシャエンマが出てくるのが、1月の前半だったんだよね。1月の前半で、ヨーマ武道会やって、前半はね、誰だったっけ。あ、そうそう、つくよみさんをゲットしようのか、でも、つくよみはヨーマ武道会か。あ、そうそう、ぬらりの、横取りだったんだよね。で、前半はね、そうそうそう、マオシエンだね。マオシエンの、玉壊しイベントだったんで、そう、ヤマンバーがね、つくよみさんになるんだけどね。前半戦はなんか軽い感じだったよね。こう、みんな変身するからね。この、ねえ、やっぱね、ちょっと、フォーエバーフレンズで本当、再放送楽しみにしたいなと思います。あ、そうだ、アマテラス、まあだからやっぱ映画イベント結構、そう、自分にしては妖怪ゲットしてるんで、まあ、割とね、ゲットしやすいイベントなのかなと。まあ、ガシャもね、割と、まあ、支援がね、スコアタだったから私ゲットしてないんだけど、多分スコアタも何らかしらね、関わってくるのかなと、思っておりますんでね、映画イベント楽しみに。もう年末の恒例だよね。で、年末は、年末にゃんぼもあるんでね。なんか必ずね、本当に
前回の動画でも言ったけど、このニャンボーコイン無料版はね、ここで使わずにね、貯めて年末ジャンボにね、ぶち込むように必ずしましょう。はい、ということで13日からね映画始まるんで、皆さんね何曜日見に来ますかね。私ね14日の土曜日かな行くと思うんですけど、ポップコーンだけね先にそうポップコーンでもね、そうポップコーンね結構私のよく行くイオン系のイオンモールではね売ってない場合もあったんだけど、まあ前回ねドラゴンボールも同じようなことやってて、なんか思い出してきたけど、ドラゴンボールの方はあったけど、なんか妖怪ウォッチの方なかったんだよね。うん、なんで今回はあるかもしんないんだけど、一応ね自分の行ってる映画館ねない可能性もあるんで、そうだからね探し歩いたんだよね去年は。なので注意してね、結構そうなのよね。そう去年はドラゴンボールでなかったんで、自分の行ってたところはだから探し回ってゲットしたんで、まあ自分はねそうだから土曜日に映画を見に行って、金曜日はねそれでもポップンジバジンペイ一応いろいろ駆けずり回ってゲットはしたいと思うので、まあ本当はね映画見てる時に食いたかったけどねまあポップンジバジンペイアイポイントアップになってほしいなと思うけどね、ぜひねゲットしたいと思います。前回でもどうなんだろうな、13日、うん、13、14、15と3日間分しかないから、3日間だけワイポイントアップもちょっと寂しいけどね。でもまあ次のイベントあるんで、いやーほんと楽しみですね。変身ものなんで本当に合成とね妖怪ウォッチと楽しみですね。まあ確実に妖怪ウォッチは追加されると思うので、ウォッチは後半なのか前半なのか、だから前半はおそらく前半後半分かれるとすると、前半は何つうの変身する元のキャラが出てきて、後半はね一気に変身って感じで、それでねぶち抜いてくれんじゃないかなと思うけどね。さすがに映画イベントはね2回ぶち抜きでねやりたいよね。ということで時計の位置が変わっちゃって分かんなくなっちゃったけど、うん、YSP ウォッチが出てきたらおそらく今ないのってで勇ましと豪傑だよね。そして剣豪ベニマルも豪傑なんで、うん、だから多分豪傑と勇ましがアップするウォッチが初めてねできんじゃないかなと思うので、それはそれでね楽しみにしたいと思うけど、結構ウォッチのね作成大変なんでねうん、なんとかねゲットしていきましょう。合成が増えるのか合成なのか、それとも普通に出てくるのかってとこはね、ちょっと、うん。メラメライオンも、吹雪姫も、なんとか三太夫も、コマ三太夫も、みんな、ね、変身するんで、変身を合成と捉えるのかちょっとわかんないけど、うん。まあ、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。ポップンはね、13日にゲットして、皆さんにお見せしたいと思いますんで、よろしくお願いします。売ってなかったらごめんなさい。はい、じゃあ今回はこんなにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではねまた次の動画、明日はねラストチャンスガシャね引きますんで、明日もねぜひガシャでいいのを引き、こまみちゃんね生徒ラストチャンスで頑張りたいと思います。こまかちゃんね私サブアカー10連でゲットしたんでね、できればそうだよね9000ワイポイントねもらえたんでね、まあ次にね、貯めた方がいいと思いますけどね。引き続き頑張っていきましょう。はい、じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。